せーの、フレーナくん誕生日おめでとうございますということで、今日で26歳になりました。イエーイ。2020年はコロナでお家にいる時間がすごい長いからこそ、お家で楽しめることを今日は一生懸命。イエーイ。楽しみだね。ミッキーの顔が強すぎて、これまあなんか順番関係なく開けてもらって大丈夫なんですけど、はい、はい、で、とんねん感じっすわ。じゃあ、僕からも。サプライズ、物ではないんですけど、お手紙を書いてます。お誕生日おめでとうございます。初めて会ったダリは生意気でいつか食ってやろうと思ったくらいです。でも、俺はこの時なんて面白い子がいるんだと不覚にも彼に惹かれてしまいました。アナトミーチャンネル。はい、ということで、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、振り返るとね、何事男子、何事男子、誕生日プレゼント、プレゼント、サプライズ手紙、お手紙、よろしい、ありがとうございます。おめでとうございます。26歳になりました。おめでとうございます。居酒屋など今年はたくさんね、いろんなことがあってありました。コロナもありましたし、でもコロナがあったからこそ僕はこのチャンネルやろうと思って、いろんなこうね、タイミングがあって、いい意味でタイミングがあって25歳のウルダからスタートしたので、26歳だから来年ですね、来年の26歳のこのチャンネルがどうなってるかわかんないけど、でもなんかこの多分前半後半かわかんないけど、この誕生日のニュース見て、まだね少ないけど、多分ファンとか見ないと思うけど、なんかこうなんかあっから見たいなとか、普通にこう見てたいなっていうチャンネルを作ってたなと本当に心から思っています。確かに来年の本当によく言ったら10万人ぐらいね、うん、いるような気持ちで頑張る。でも本当のもう内緒の目標はやっぱ1万人ぐらいいくような1年間にできたらなと思いますので、ぜひ協力してください。よし、ありがとうございます。じゃあ26歳のラリコと上田さんもよろしくお願いします。そしてアンドリーチャンネルに続き、引き続きどんどんどんよろしくお願いします。ってことで、長くなりましたがありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ハッピーバースデートゥーユー、ブロー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 。 Yeah!